皆さんこんにちは、渡辺幸子です。昨日令和2年9月16日、8年弱にわたる安倍政権が終了し、菅内閣が新たに発足しました。新内閣にエールを送るつもりで、この何州を行くんの中から何件かご紹介したいと思います。これは政治家の人たちだけでなくて、一般の私たちにも身を正す上でいろいろ考えさせるものではないかと思います。それでは読みますので、どうぞお付き合いくださいませ。制度を踏み国をもって倒るの精神なくば、外交交際は全くかるべからず。かの兄弟に萎縮し、円滑を主として曲げてかの意に従順するときは、警部を招き後進かえって破れ、ついにかの姓を送るに至らん。国の領辱せらるるにあたりては、たとえ国をもって倒るるとも、正道を踏み義を尽くすは政府の本務なり。しかるに平日金国理財のことを義するを聞けば、いかなる英雄豪傑と見ゆれども、血の出ることに望めば頭を一緒に集め、ただ目前の公案を図るのみ。戦いの一時を恐れ政務の本務を落としなば、商法支配所と申す者にて、さらに政府にてはあらざるなり。何ほど制度方法を論ずるとも、その人にあらざれば行われがたし、人ありてのち方法の行われるものなれば、人は第一の宝にして、己その人になるの心がけ寛容なり。賢人百貫をすべ生徒一途に帰し、一角の国体訂正なければ、たとえ人材を登用し言論を開き修説を入れるとも、取捨方向なく事業雑白にして成功あるべからず。昨日入れし命令の今日たちまち引き凍るという様なるも皆統括するところ、いつならずして姿勢の方針一定せざるのいたすところなり。人知を開発するとは、愛国忠厚の心を開くなり。国に尽くし家を務むる道明らかならば、百般の事業は従って進捗すべし。あるいは地目を開発線として電信をかけ、鉄道を敷き、蒸気仕掛けの機械を増立し、人の地目を衝動すれども、何故電信鉄道のなくてかなわぬぞというところに目を注がず、乱れに外国の盛大を羨み、利害特質を論ず。家屋の構造より岩老物に至るまで、いちいち外国を仰ぎ、奢侈を長じ、財用浪費せば、国力疲弊し、人心不迫に流れ、結局、日本信頼限りのほか、あるまじきなり。以上、何州を行くんから、新しい菅内閣に送る言葉でございます。私たちも身を引き締めて生活したいと思います。それではまたありがとうございました。